はい、いつもありがとうございます。パーソナルブレイクで KB さんからご依頼です。はい、ボムのメガを3箱ですね。はい、よろしくお願いします。で、発送は明日になります。はい、でメガの、パーソナルブレイクの場合はこちらの通常のパックは開封しません。レギュラーカードしか出ないものですので。でメガの限定パックが2つ入ってますのでこちらを開封します。お、ファーストセベリーノ、はい、それとアコスタだ、うん、2枚出ました。でインサートはマックスメイヤー、シューマケさんとアダムス、はい、ザックビン、おドミンゲス、はい、ドミンゲスと、まあ、ワンダーはね OK ですよね。で、ヤン・アンダーソン、ああデュラン、デュランもいいですね、うん、もうデビュー活躍組ですよ。よいしょ。そう考えると、まあ、今年のこのボマンって、若手と、ね、デビュー組が結構いい感じですね。まあ、ルーキーがもうちょっと数字出してくれるのがいればなというぐらいでしょうか。はい、2箱目。リンチさんとデイビスで、お、青リーチってやつです。これでサイン入りもあってサインなしもあるんで、サインありとなし、ありが2割ぐらいかな、ちょっとどのくらいか分かりませんけどね。はい、とりあえずリーチです。で、下の方が白かったらサインが来る。ドキドキな一瞬です。エンゼルス、ああ、下白くない。はい。で、先日、2週間前ぐらいかな、デビューしたエンゼルスのピッチャーですね。デトマーズ。150。青リフ。シリアルも3箱1ぐらいなイメージです。で、ラミレス。ファースト。で、マント君。メナさん。ファースト、ファーストです。で、サンチェス。サバちゃん。お、すごいな、ファーストだらけ。3枚か。まあでもいいですね。はい、2箱目はシリアル。それとファーストがね、ポツポツ出てますね。ファーストのメンバーが少ないので、よいしょ。出すだけでも大変です。まあ、こっちのパックはね、届いてから開けるなり、このまま保存するなり。ただメガのパックって書いておかないと、10年ぐらい経ってからね、ホビーのパックですって、えってなるなっちゃうんで。あ、レギュラーしかないからリーチなんです要は下が白かったらね、3番目のカード。ただレギュラーの場合もありますよ、普通に。あー、白くない、ジロと、はい、ね、ジョシュジャン、モンテロさん、はい、ただのレギュラーの場合もあります。メナさん、マウリシオで、インサートですね、ネートピアソン、小島さんで、デトマーズとライリーグリーンですね。ファーストは結構枚数出ましたね。2箱、3箱か。1、2、3、4、5、6、7。7枚。それとドミンゲスとかが出てますね。シリアルは1枚でした。まあ、シリアルも、まあ、3箱1ぐらいかなという感じで、店長は開けてて思います。うん。ですね。はい。じゃあ3箱で1万円以上超えてますので、ポーカーを1回やります。左のタブが店長で、右のタブがお客様です。3回押します。1、2、
3。お、エースの3カードですね。うん、すごいな。はい、店長やります。1、2、3。ノーハンドですね。うん、はい。でお客様勝利なんで、クロマグホですね。55ポイントのマグホです。まあ、このクロームカードちょうどいいのでぜひ使ってください。はい、ということでね、こちらで明日発送いたしますね、パックとね。はい、ありがとうございました。